はい、こんにちは、レトスの小野です。5月24日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。100回叩くと壊れる壁があったとします。でもみんな何回叩けば壊れるかわからないから、99回まで来て途中で諦めてしまいます。これは松岡修造さんの言葉です。これは宅建の受講者にも当てはまるんじゃないのかなと私は思います。諦めずに勉強し続ければ合格できるんですけど、途中で諦めてしまうんですね。勉強の仕方によって合格するまでにかかる時間っていうのは異なります。半年で合格できる実力がつく人もいれば、5年以上かかる人もいます。これは勉強の仕方によって変わってきます。しかしいずれにせよ、やり続ければいつかは合格します。でも合格の一歩手前で諦めてしまう方が多いです。諦めずに勉強を続ける、これも合格するための重要な要素なんで、今日も一日頑張っていきましょう。それでは本日の3問に入ります。金銭消費貸借契約における主たる債務者は保証契約の当事者ではない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは丸ですね。主たる財務者は保証契約の当事者ではありません。この問題文だけで意味わかりますでしょうか。まず、金銭消費貸借契約っていうのは、お金の貸し借りの契約なんですね。貸金契約とも言います。で、主たる債務者とは、お金の貸し借りで言えば、お金を実際に借りた人ですね。で、それを保証するのが保証人です。そして保証契約っていうのは、債権者、お金を貸した人と保証人との間での契約なんですね。主たる債務者は保証契約の当事者ではありません。この点意外と間違えている方、勘違いしている方が多いので注意してください。もしあなたが銀行からお金を借りて、あなたの親御さんが保証人になったと、そういった場合は親御さんと銀行が保証契約を結びます。主たる債務者であるあなたは関係ないということですね。このように具体例があると分かりやすいと思います。この問題は比較的簡単ですが、難しい問題もこのように噛み砕いて解説すれば理解できるはずです。そして短期講座ではこのようにできるだけ分かりやすく解説しております。なのできちんと本試験で点数取れるようにしたい、そういった方は理解学習をぜひ行ってください。で、理解学習の仕方についてやっぱりわからない、自分自身で調べられないという方はぜひ短期講座ご検討ください。で、短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。で、問2ですね。宅建業者はその事務所ごとにその業務に関する帳簿及び従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときはそのどちらも閲覧に供しなければならない、丸か×かという問題です。この閲覧に供さなければならない、これどういうことかというと、見せなければならないって言い換えると分かりやすいです。つまり取引関係者から、帳簿見せてくださいとか従業者名簿見せてくださいって言われたら、見せなければならない、丸か×かという問題なんですね。で、答えは×です。従業者名簿については見せないといけないんですね。一方で帳簿についてはそのような規定はありませんので、見せる必要はないということなんです。で、お客様に帳簿を見せないといけない、これおかしいってことはこれ分かりますよね。この帳簿っていうのはいわゆる取引相手の名前だったり住所だったり電話番号だったりってこう書いてあるわけですよ。つまりお客様情報が書いてあるわけなんで、そのプライバシーを取引関係者に見せるってことになるわけなんですね。まあこれおかしいわけですよね。だから帳簿については取引関係者から請求があったとしても、これは見せなくてもいいですよっていう話です。まあこれは基本中の基本の問題なので解けるようにしておきましょう。では問3です。都市計画を決定しようとする旨の広告があったときは、関係市町村長の住民及び利害関係人は〇〇の縦覧期間の満了の日までに、都道府県作成の案については都道府県、市町村作成の案については市町村に意見書を提出することができます。この〇〇に入る期間を答えよという問題です。これは縦覧期間の問題ですね。縦覧期間はどれだけの期間あるかって話です。都市計画を実現するためには住民の意見を聞かないといけません。そのための期間が2週間だという話なんですね。これはもうこのまま覚えていただいて大丈夫です。で、そもそも短期講座ってどういったものなんですかっていうご質問をよく受けます。なので、まあ、今回ね、動画にさせていただきました。短期集中実力アップ講座、短期講座の特徴なんですけれども、
問題集だけで基礎から理解学習まで行える。これが短期講座の特徴なんですね。いわゆる短期間で実力を上げるための講座が短期講座なんですけども、その短期間でじゃあ合格力をつけるための元となっているのは何なのかって言ったら、この問題集なんですよ、実を言うと。これがですね、他の予備校だったりとか通信講座とは違う内容なんですよ。どういうことかというと、問題集の中に基礎的な内容から理解すべき内容まで含まれているっていう点なんですね。多くの教材っていうのが、その問題に対する解説だけしか載ってないんです。しかも理解すべきところは載ってなくて、ポイントしか載ってないから、自分自身で理解すべきところは調べなきゃいけないって話なんですね。で、それやってるとですね、時間が足らないわけですよ。調べるにも時間かかる。また多くの場合が、初めに動画を見て講義を受けて、もしくはテキストを見て、で、その後問題解くんですよね。で、そういったやり方をしてたら、半年間の期間があったとしても、本試験まで間に合わないんですね。去年とか一昨年とかこの時期からね、予備校通ったりとか、通信講座を受けたりとかした方であればわかると思います。全然時間が足らないってことに気づくんですよ。だから弊社の短期講座っていうのはそういったやり方はしてないんですね。受講していただいたからには短期間で実力を上げていただいて合格していただく、これが短期講座の目的なんで、短期間で実力を上げることができなかったら意味がないんですよ。じゃあその短期間で実力を上げるためには、できるだけ無駄を省いていかないといけないわけなんですね。そのために弊社は問題を使いながら基礎から理解学習までできるようにしたんですよ。で、これ基礎から応用じゃないのかっていうと、もちろん応用も解けるようになります。で、これはですね、基礎をちゃんと理解できていて理解学習を実践できるようになれば、応用問題も必然解けるようになるんですね。だから重要なのは基本的な部分とちゃんと理解学習をやるっていう、この2つなんですよ。で、それを問題集で行えるって話なんですね。じゃあ問題集がどういった内容になってるかっていうと、実はこの3つに支えられているんですよ。問題文の理解と具体例と関連ポイントです。これをうまく組み合わせながら問題集の解説を作っています。で、今回このですね、問題集がどういったものなのかっていうのを具体的にちょっとお見せいたします。ちょっと見づらいかもしれないんですけれども、例えばなんですが、ここの表ですね、これ大体ですね、問題集の解説に載っているわけじゃなくて、大体テキストに載ってるんですよ。これどういった内容かっていうと、自己契約とか双方代理って言って、まあ代理の部分ですね、代理の部分で勉強する内容なんですけども、それが実は表になってここに記載されてるんですね。これは問題集の解説です。問題集の解説にもかかわらず、テキストのような内容が載ってるんですよ。で、実際自己契約とか双方代理っていうのはこの上に載ってるんですね。で、これは問題を使いながら具体例を頭に入れていただけるようになってるんですよ。もちろんテキストで読むっていう方法もあるんですけども、実際問題文を理解する力をつけていかないと、いつまで経っても点数って上がってこないんですね。多くの方がテキストを勉強して法律の知識を頭に入れました。頭に入れたはいいにもかかわらず、実際の本試験になると解けない。で、これは問題文の理解ができていないからなんですね。だから早い段階から問題文に触れるってことがすごく重要なんですよ。だから問題を使いながら、ここで基礎的な知識も一緒に頭に入れていきましょう。これが短期講座なんですね。で、今回で言うと、これ実は問題文自体が具体例になっているので、具体例をあえて出していません。具体例がなかったとしても、問題文が具体例だから、それを使っていけばそれで勉強できるって話なんですね。で、ここに表がある通り、この問題を解くだけだったら、ここの中の一部だけ分かっていたら解けちゃうんですよ。でも、それだけ勉強するのって非効率ですよね。関連ポイントがあるのであれば、関連ポイントも一緒に覚えた方がいい。ということで関連ポイントも入れてます。で、その中にもこういう具体例ですね。分かりづらいものについては具体例も入れてます。で、問題文が難しくなってくると、やはり問題文の状況理解、これをちゃんとやっていかないといけないので、ここにも書いてある通り、難しい内容については、まずはじめに、しっかり問題文を理解すること、問題文の状況を理解することが重要ですって書いてある通りですね。問題文の理解について図を使いながら書いてあるんですね。ここもそうですね。こことかは問題文だと分かりづらいから、まあ、3人登場人物がいるんですけども、A、B、C っていう風に名前を付けてですね、問題文を理解するといった感じにしております。で、まあ、次のページとかもそうですね。ここも問題文の理解、ここも問題文の理解、ここも問題文の理解。という感じで、問題文の理解の仕方を解説しています。またここもですね、表になってたりして、原則と例外を一緒にね、頭に入れましょう。関連ポイントですね。
で、さらに続いては、これ具体例ですね。問題文に具体例がない場合っていうのは具体例入れた方がいいので、具体例入れてます。ここも具体例、具体例ですね。で、ここも具体例、具体例、具体例、具体例です。まあ、こういった感じで具体例たくさん入れてます。これチラッと見ていただいてわかると思うんですけども、これ A4 1枚なんですね。で、ここも A4 1枚。だからこれで A3 なんですけれども、解説がこれ見ていただいてめちゃめちゃ長いんですよ。まあ、短いものもありますね。これ短いですけども、ここ長い。まあ、これも比較的、ここも比較的長いですよね。で、これっていうのはちゃんと理解してほしいから、問題文の理解から解説の理解までこう書いてあるんで、長くなっちゃってるんです。でも、これを順序立てて頭に入れていくことによって、すごく実力ついてくるんですね。単にポイントだけ頭に入れたとしても、一向に点数って伸びてこないんですよ。実力つかないんですね。ちゃんと使える知識にしていかないといけないから、このように詳しい解説にしております。なので、この問題集の解説を使うだけでも相当実力って上がるんですよ。なので、受講していただいてやることっていうのはすごく簡単で、問題文とこの解説っていうものをこう読み進めていくっていう流れなんですね。はじめは別に解かなくてもいいんですよ。解くというよりも読んで理解をしていくっていう作業をどんどんやっていくんです。ここが他の通信講座とか予備校とかとは違うと思います。問題を解いて解説を読むんじゃなくて、問題と解説を使いながら問題文を理解して法律を頭に入れていくっていうやり方をするんですね。だから問題文と解説、これが一つのテキスト代わりなんですよ、イメージとしては。で、これを続けることによって、基本的な知識っていうものが身について、さらに問題文の理解もできるようになってくるんですよね。そうすると実力がついてくる。合格するための力がついてくるんですよ。これが短期集中実力アップ講座なんですね。で、他の動画でもお伝えをしているんですけども、中卒の方で法律知識ゼロ、で元とび職の方、イメージしていただいて分かると思うんですけども、もうほとんど勉強だったらできないんですね。まあそもそも勉強を中学の時代もしてなかったと。そういった方でも3ヶ月で一発で合格していただきました。つまりやる気があったら今からであっても十分合格できるってことなんですね。今全然わからない方であったとしてもやる気があれば今年の合格できるんですよ。なんでもし、あなたが今年絶対合格したいっていうのであれば一緒に勉強できたら嬉しいです。で、短期講座のお申し込みについてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただければと思います。今からでも新たに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強して今年の合格目指しましょう。